ストーショップマスト井上です。今回はアトムズテラダレザー公式のオールランドグラブ片付け前アップしていきたいと思います、えー、柔らかさ実践を10とすると、えー、半分程度から8割のノーマルからソフトですねできるだけ柔らかめの重視という形で作っていきたいと思いますで型なんですけどもこちらの型を生かした形で閉じていくスタンダードただですね深めセット といいいいう形ででご希望ししてててままきるだけ深めに作りた思すポケットがウェブ下そして、指を出すという形です一応、ですねウェブ下なので親指と4本指で閉じていくスタイルという形ですそして、ですねまだですね小学生6年生という形で軟式、公式どちらかなという形で悩んでいた方なんですけどもこちらだったら使えるんではないかという形でお決めになった。 グラブとなります。なのでできるだけですね、お客様の手の合うようにって形で作っていきたいと思いますではまた出来上がり次第アップしていきたいと思いますありがとうございました